はい、ボンジョールノエボナセーラ、こんにちは。今日もイタリアからひろこです。いろいろありまして、畑も忙しかったりして、前回の動画ブレーシャ編から更新の間が結構空いてしまったんですけれども、本日はブレーシャ編締めくくりとして、ブレーシャから私の住むティラーノまでちょっとマイナーなルートを通ってきたので、そのご紹介をしたいと思います。電車とバスの旅ですね。で、実はですね、このルートというのは Google で普通に検索しても出ないんですよ。公共交通機関で検索するとどうしてもこうミラノ経由ですね、一度左に行ってぐっと大回り、それを今日は遠回りをせずに垂直に北上してエドロという町までまず電車で行きます。そこまでの運賃は 7.9 ユーロ。その後エドロからはバスに乗り換えて峠越えをしてティラーノ入りするというルートです。ちなみにご存知の方も多いと思いますが、イタリアというかヨーロッパの駅では改札というものがないので、切符を持っていない方でも誰でも行き来できます。そして切符の刻印も忘れないようにしましょう。予約が必要な切符以外の普通のローカル線は日付が書いていないので、乗る前に刻印しないとその切符は無効になります。で、検察の時にいわゆるキセル乗車とみなされてしまうので気をつけましょう。前方に我々の乗る電車が見えてきました。普段は車内で検察なんですけれども、この日はホーム入り口に検察がありましたね。おそらく感染対策で余計な人は入れないという観点なんでしょう。あ、少しインフォーマーションね。Da Edolo io prenderò l'autobus per Tirano? Sì, esatto. Edolo è l'ultima fermata, quindi non può sbagliare. Deve uscire dalla stazione, c'è e poi subito mi aspetterà l'autobus. C'è, non è lontano. Gli orari ancora non li so, signora, purtroppo, però appena fuori dal bus, appena fuori dalla stazione c'è. Grazie. さて、発車間もなく広がる光景は一面の平野に広がるブドウ畑。ワイン好きには憧れのフランチャコルタのエリアを駆け抜けています。時折こうしてトウモロコシ畑もありますが、このトウモロコシ畑は飼料用のものが多いそうです。いやー、いいですね。こう車窓からの眺めっていろいろ妄想が膨らみますよね。整然と並んでいます。美しい。さらに理想のお家を見つけました。最高じゃないですか。ここですね、普段見慣れているアルプスの急斜面のぶどう段々畑からするとだいぶ管理が楽そうだなと羨ましくも感じるのでした。これだけ平野だとかなりの作業を機械でできるんですよね。で、フランチャコルタ地帯を抜けると今度は水辺が見えてきました。ここはイゼオ湖という湖の手前にある湿地帯で、
これはその前日に訪れた時の写真、動画なんですけれども、巨大ビオトープのようになっておりましてですね、野鳥などを観察しながら散策できる自然保護区になっています。この日はちょっと風が強くて、鳥たちは遠くの茂みに隠れがちだったんですけれども、今見えているサギのほか、ウ、カモなど様々な種類の野鳥を確認できました。まあこれまた私の地元宮城県でいうと伊豆沼といったところでしょう。湿地帯を抜けますと、いよいよ湖らしくなってきます。このイゼオコは縦に長い形をしていて、北イタリア湖水地方の一部です。というか、湖水地方の湖って大体全部縦長なんですよね。それというのはやはり地形にありまして、北部にアルプスが東西に広くまたがり、南に行くにつれて標高が低くなり、やがて平野になると。水というのは高いところから低いところに流れますから、水が山肌を削っていった結果がこの縦長な湖群になっているというわけです。このような険しい山脈と湖という地形がゆえに、なかなか縦横無尽に鉄道を走らせることができない。それが今回のように、王道ルートだといちいち遠回りしてミラノなど大都市を経由しないといけないといった不便な鉄道網にもつながるわけなのです。まあ、決してイタリア人がルーズなわけではないはず、ないことを祈ります。実際に湖を北上するに従い、だんだん山も増えてきたのがお分かりかと思います。また余談ですが、右手に見えてきた湖上の小さな島、これはなんと個人所有の島だそうです。島には小さなお城もあり、湖上の湖上なんつって、ここなら幽閉されてもいいなどとバカなことを言っている間に湖が終わり、突然とんでもなく険しい山脈が登場しました。といっても、実は湖後半から少し意識を失っていたので動画を撮っておらず、目覚めたらもうこんな山脈だったので、何より自分がびっくりという展開でしたね。とは言っても、ここは湖が終わってからまだほんの16キロしか進んでいない地点。急にイタリアからアンデスあたりにワープしたような気分でした。さらに行くと、これまた見事な山、もう山というか巨大な岩のようですよね。この尖り具合すごいです。なんか映画のセットのよう。登山どころかロッククライミングも難しそうな傾斜です。裾野のわずかな平地にはちゃんと集落もあります。一体どんな暮らしをしているんでしょうか。にしても、背後の地元キッズたちのおしゃべりとのギャップがまた何とも言えません。彼らには見慣れた光景なのでしょう。こんなすごい光景見慣れてるなんて羨ましいですよね。終点のエドロ近くになると、冠雪した雪も山も見えてきました。その代わり平地は広くなって、少しのどかな風景です。街並みや自然の感じは同じアルプスでも、ドロミテなんかがあるチロル地方っぽいなと思いつつ眺めていました。
こういうマイナー路線は地元の人がほとんどなので、途中で次々降りていって、終点近くではほとんど貸し切り状態でした。なのでちょっと車内も映してみましたが、やはり新しい車両なのでシートも綺麗で快適です。奥には学校帰りなんでしょうね、疲れて居眠りしている少年が座ってました。2時間の電車の旅が終わり、エドロから今度はバスに乗り換えです。ティラーノまでは1時間の予定です。乗り継ぎ時間はほんの7分程度で、ちゃんとそこはうまく連結しているようでした。バス停も駅から駅の目の前です。乗客はたった7人程度、ツーリストらしいのは私だけでしたね。エドロの町は標高699メートル、これからアプリーカというスキーリゾート地、標高1181メートルを通りティラーノに向かいます。バスで峠越えというわけです。で、ここで車窓からの眺めを楽しんでいただきながら、イタリア・スイスのバス事情、豆知識をご紹介したいと思います。今現地ラジオの音が聞こえておりますが、これはお客さんではなく運転手さんがかけているラジオの音。日本だと間違いなく炎上しちゃいそうですが、こちらでは運転手さんが自分の好きなラジオや音楽をかけながら運転するのが普通に見られます。時々ノリノリで鼻歌歌ってたり、時には携帯に普通に応答しながらの運転を見たこともあります。携帯通話しながらはさすがにどうかなと思いますが、個人的には好きな音楽聴きながらの運転は眠気防止にもなるし、いいんじゃないかなと思っています。お仕事も楽しくした方が効率上がるし、優しい運転になりそうではないでしょうか。ちなみに音楽はうるさいとかの苦情は一度も聞いたことがございません。私も最初こそ衝撃でしたが、今ではこの運転手さんはこういうのが好みなんだと、運転する後ろ姿を眺めながら観察するのが楽しみだったりします。乗車約20分でスキーリゾート地アプリーカを通過です。この時は5月中旬で、標高の高いここはようやく春の始まりといったところでしたね。春スキーもさすがに終わり、さらに平日なこともあってか、町はゴーストタウンと化していました。まあ仮に雪があったとしても、イタリアはこの冬の間ほぼずっとロックダウン状態でしたから、この観光に頼りきりな地で一体どのように冬を越せたのかと正直不思議でなりません。車窓からご覧いただいても分かる通り、ホテルやシャレみたいな建物が多いんですけれども、ほぼほぼ雨戸を閉じて人の気配なしでしたね。本当に以前の動画でもお伝えしましたが、イタリアでは自粛要請ではなく罰則付きのお上からの命令なので、こんなリゾート地なんて実質2シーズンまともに働けていないわけですよ。それが一応シャッター街にもならずに住んでいるのは、ある意味すごいなぁと感心しました。こちらがスキー場ですね。上の方だけ最近の雨が雪になってまだちょっと残っています。ではしばしゴーストタウンの街並みをお楽しみください。さて、アプリーカを過ぎて今度は標高440メートルのティラーノまで一気に峠を下ります。
このような見事な U ピンカーブが何箇所か続きます。酔いやすい方注意ですね。まあ、かくいう私も実は行きもここを通ったんですけれども、その時見事に酔いました。行きはね、知人の車で、特に運転荒いわけでもなく、私も普段は酔わないタイプなんですけれども、なんでかなと考えて思いついたこと、それは長引くロックダウンでずっと街から出てなかったために、1年以上車でロングドライブなんてしてなかったんですよね。なのでいわゆる文明の利器から遠ざかっていたために、感覚が鈍っていたのかなと思いました。寄って帰りは絶対酔わないように運転席真後ろに陣取ったわけです。山と険しい谷間を横目に見ながら一気に下っていきます。電車と合わせて約3時間の旅の末、ついにヴァルテンリーナーが見えてきました。普段住んでいる時は、なんて狭い谷なんだろうと半ばメランコリー気分のこともありましたが、今通ってきた崖みたいな山と深く狭い谷を見た後では、開放的にすら感じられます。そしてもう10年以上住んでいると、日本の故郷のように見るとほっとするものですね。あっという間に谷底に着き、ポー川の源流アッダ川を渡ります。その後は国道に沿ってまっすぐ走るだけなので、ここまで大丈夫ならもう酔う心配はありません。私も今回は余裕でした。こうしてみると、リンゴ果樹園やブドウ畑となかなか恵まれた地であることが改めて感じられます。ついにティラーノの町に到着。町の西側から入る時の目印、聖マリア大聖堂が見えてきました。こちらです。この大聖堂はミラノ方面、スイス方面に向かうサンサロに位置しているので、車からでも電車からでも見ることができます。特にこの横を世界遺産ベルニナ線が通る様子は見たことがある方も多いのではないでしょうか。こちらイメージ図ですね。ここではベルニナ線は市電のように通るので、このロータリーの中を線路が横切っているのも確認できます。長旅お疲れ様でした。終点です。エドロで乗ってきた時は6、7人、この終点まで乗ってきたのは私ともう一人おじさまだけでした。運転手さんはこのあと約30分後折り返しでエドロに戻るそうです。その間にジェラッと食べてくると颯爽と去っていきました。この路線、バス自体は民間なんですけれど、公共バスとして運営されているそうです。それもそのはず、あれだけ乗りがいのある旅で驚きの運賃でしたからね。民間なら即廃線ルートだと思います。電車の終点となるティラーノでは、地元の足としてここからさらに奥地に向かうバスがいろいろと出ています。一方、こちらに黄色いバス停が見えますが、これはスイスのポストバス乗り場。ルガーノ行きのベルニナバスもここから発着です。このように小さいながらもインターナショナルなバスターミナル。ということで今回はイタリアローカル線とバスでマイナールートの旅でした。最後にこの峠越えバスの運賃は驚愕の
4.1ユーロ、今のレートで500円前後。